県内の新規感染者数は105人で、宮崎市保健所管内が29人、宮古の城保健所管内が26人などとなっています。新規感染者数は30日連続で、前の週の同じ曜日を下回りました。また、いずれも基礎疾患のある70代から90代の患者、合わせて3人の死亡が発表されました。 昨日の時点で県内のコロナ病床に入院しているのは61人で使用率は15.1%となっています。